はい、今日はねちょっと天気がねずっと曇りでね、この秋はですね本当にザーっていうゲリラ豪雨がですね予報に入ってなくても急に来ることがあるんでね、もう今日はね休みなんですけどね、ちょっと近場をブラブラ回ってね、もうそれで、バイクは終わりにしようかなというふうに思っているんですけれども、まあ普段はね、近場をこううろうろするだけでは、使用しない、ベリスちょっと順番上、ベリスで来て、しまいました。はい、そうですね、まあ最近ね、こう電動バイクですね、まあ、いわゆる EV ですね。で EV がこうね、話題になってて、まあ、2035年にね、内燃機関が、まあ、EU の方ではね作れなくなるとか、まあ、いろいろ話がありますけれども、まあそうですね、日本も、まあ、ホンダがねスクーターとか出してて、元コンポもなんかね最近発表してましたね。元コンポ懐かしいねはい、俺とか、まあ、今スクーターも出てるし、川崎もなんかね、まあ、原付2種のジャンルなのかな、あれ、忍者とそれから Z をね出すなんていうことをこの間ちょっとニュースで見たんですけどもね、まあ改めてですね、その今後、まあ今年が2023ですから、まあ、十数年後ですよね、ですのでまだ、空波、まあ生きてればですけどね、まあ、空波の場合病気があるんでね、いろいろ分かりませんけど、もし生きていたとしたら年齢的にどう67歳、まあもうバイク乗ってないかな、まあ微妙なとこですけどもね、そんな先の話をしたところでね、どうせお前生きてるのかっていう話になるんですけども、そんな話をねしていきたいなというふうに思います。ということでですね、まあ最近こうバイク関連のニュースとかを見ていても、結構やっぱり EV 系のね、発表とか、新しい車種とか、そういうのがね結構目につきますね。でまあこれはやっぱりいよいよね、どんどん EV にっていうのがね普及してくるのかなと、バイクの世界にもね、そんな波をね、こう時代というかな感じて、おる次第なんですけれども、これまあまずね、大元の一番まあ根っこの部分の話からすると、そもそもこのなんていうのかな、地球温暖化とかね、カーボンニュートラルとか、まあ、オゾン層破壊とか言われているけれども、まずこのそのなんていうのかな、今のこの地球っていうのが、それほどなんていうのかな、異常にこう異常気象っていうものに見舞われているんですかね。まずそこが疑問として一つ、はい、僕は思います。で本当に、そのなんていうのかな、人間の経済活動による、まあ、二酸化炭素の排出ですね。でこれが地球環境というのをそんなにね激変させている、まあ、いわゆる人為的に起こされているものかという疑問、にですね、ここの部分って、ちょっとはっきりその分かんないことでしょ。まあ、例えば、今この地球っていうのは、まあ、大きな大別というと氷河期なんですか、だったと思うんですけどね。でその中の間氷期っていう間にあると思うんですけれどもね、まあその気候の変動なんていうのはそれこそ10万年とかね100万年とかね、そういう単位での話だと僕は思ってるんですけどね。でそれがたかだかですよ、そのここ100年200年の話でそんなに気候っていうのがこう激変してるって、いう、まあ、あえて言うならね、その人間なんてちっぽけな存在じゃないですか。せいぜいね長く生きたって100年でしょ。そんな生物が起こしたことがですよ、このそれこそ何十万年何百万年で、下手すと何億年とかね、そういうレベルの天体レベルのね、ものをそんな短い期間でこう、まあ、変更するなんていうことが、まあ、そんな大それたことがそもそもできるのかと、いう話もあるし、まあ実際ね、そのじゃあ例えば何万年前はどうだったんだみたいな話
話だって誰も見たことないでしょそんなの。いい見たんかと、もしくはその時代に行ったんかタイムマシンでっていう話になってくると、まあ、あくまでもこの今たったね100年しか生きてないにちっぽけな人間の、まあ想像の域っていうのを出ない部分っていうのも僕はあると思ってるんですよね。でさらに言うのであれば、そのなんていうのかな、そのカーボンニュートラルだとかね、その、まあ、脱内燃機関みたいな話って結局そういうなんていうのかな、排ガス規制とかそういう話って全部 EU ですよね、あのヨーロッパで、作っていくわけじゃないですか。これ自体にも、やっぱり僕はまだ問題があると思ってて、例えばですけども、その EU のね、まあ、敵っていうかね、EU 圏じゃない、企業に不利な、規制っていうか規格っていうのをいくらでも作れちゃうよねそれ。で自国とかね、自分のまあ EU 圏内の利益ですよね、企業に対する利益誘導なんていうのが、そういう規格を作ることで、簡単に作れてしまうのが、まあ、今の、この流れなんじゃないのかなっていうふうに僕は思っちゃうんですよね。まあ、利権っていうかね、そういったようなことで、そもそも、まあ、IWC のね、あの国際保健委員会の話じゃないけど、そもそも、そのクジラの方とかね、まあ、そういったなんていうのかな、まあ、数をね、こう調整するとか、まあ、自然のバランスをこう保つとか、そういったようなことを、まあ、ガン無視になってるのが IWC じゃないですか。でそんなような感じで、僕はそのこのね、欧州のねユーロっていうものもね、かなりこううがった見方を、させてもらっているんですよね。で、まあ正直ね、そんなようなことだったら、まあ例えばですけどもね、ヨーロッパの市場を、ある程度こう諦めて、しまってでもですね、アジア太平洋、まあ、インド中国、めっちゃに CO2 出してる国があるんで、まあそこと、まあちょっとその中国は難しいかもしれないけどね、インドとかアジアとか、まあアメリカも含めてね、そういったような国々と話し合って、まあ独自のというかね、まあそのユーロに、対抗するようなね、そういった企画っていうのを模索してもいいんじゃないかっていうのは、まあ、正直思うよね。まあ、正直まずその大前提としてそういうふうに僕は思う部分があると、いうことをね、言っておきたいんですけれども、まあ、2035年に、その内燃機関のね、製造ができなくなるっていうような今感じになってるんですか。ただ、その唯一ね、じゃあ全部電動になるのかと、実際無理でしょ。で、よくよくこう見てみると、結局内燃機関っていうのは、e フューエルでしたっけ、あれ e フューエルっていう、もう言いにくいよこれ、燃料を使った内燃機関っていうのは、作ってもいいっていうことになってるのかな。まあ、これいわゆるその、カーボンニュートラルでね、まあ、再生可能エネルギーで作った電力で、水電解させた水素、はい、これを使うっていうことが条件なのかな。あとは工場とかそういうとこから排出される二酸化炭素と合成すると、まあ、これもまた手間がかかるね。なんでそんなことになるっていうようなねっていうもうわざわざコストをめちゃくちゃ上げに来てますよね。まあ普通にこうな、まあなんていうのかな、日本の、まあ会社とかでね、まあ今はまあ水素って、いう部分、水素エンジンとかね、はい、いろいろなメーカーがこう、手を取り合ってね、開発を進めてるというような話も、聞きますけれども、トヨタさんだったかな、水素とハイブリッドみたいなね、話もなんかちらっと出てきたような、気がしますけれども、まあそもそもその e フューエルっていうのは、まあ、作ろうと思ったら、なんだっけな、33円ぐらいでリッター作れるんですか。
ぐらいらしいですね。でもそれを、わざわざそういったその再生可能エネルギーの電力を使って、その工場から出る CO2 を、使って作るみたいな話になると、何これ700円ぐらいになるらしいですね、今の現在のコストでいうと。まあ、そんなものはちょっとね、まあせいぜい、物価とかね、そういったようなものも、考えると、まあ、200円以内にはね最低でも抑えてくれないと、そんなものはやっぱもう使い物にはならんわけで、まあ本当にね、これどうなるんでしょうね。まあ実際ね、その今の業界のこの流れっていうのは、やはりこう小型のね、こうバイクっていうのは電動ですね、になっていく方向性みたいな感じですけれどもね。まあでもね、やっぱりね、そのオートバイっていうのは大きいオートバイイコール趣味のオートバイで、ツーリングに使うで、小さいオートバイ、小排気量のオートバイイコール、なんていうのかな、あの近場の通勤だけに使うっていう、そういうある意味こう単純な話じゃないんだよね。でしょ。まあ確かに大きいオートバイ、でね、ロングツーリング行くっていうのは分かりますけど、小さいオートバイでさ、まあ原付2種とかね、まあ下手したら原付1種とかで、下道だけ使ってすごく遠くに行くっていう、楽しみっていうか、そういう楽しみ方だって非常にあるじゃん。で、そういったようなことを考えると、非常に単純にね、小排気量のオートバイは全部電動で、例えば大型のようなバイクは、まあ、e フューエルを使ってエンジンでみたいな、話 をされると、まあやっぱりちょっとね、オートバイにはそれ当てはまらないような気がするんだよね。だって乗ってる人が、まあ、ほとんどオートバイ乗りなんてさ、ド M が多いんだからド M じゃなきゃそもそも乗らないんだよ、バイクなんて。こんなむき出しだしね、事故ったら危ないしね、で雨が降ったらびしょ濡れになるし、まあ、夏だって汗だくになって乗ってんだよ。そんなド M の人間がさ、趣味としてるものだから、一概にそんな首切ってるのは僕ね引けないと思うよね。まあせいぜいだよ、その例えば僕で言うと、今ね、1日そうだな、往復で、40キロの通勤をしてるわけなんだけども、そういった用途に限ったオートバイであれば、まあ1日ね、40キロ以上は絶対走りませんから、ほぼねですので、まあ例えば今ホンダから出てる電動のスクーターとかだと、あれ何、53キロ走るのフル充電で、なんでそれ足りますよね。ね、そういう用途はそれでいいとは僕は思うんですよ。まああとはどうだろうな、考えられるとしたら、そのルートセールスのような、まあ配達郵便屋さんとかね、まあそういった、あとはちょい乗りが多いような、例えばピザのデリバリーとかね、そういったようなバイクとかっていうのは、まあその電動でもね、僕はいいと思うんだよね。でもやっぱり、ツーリングっていうことになると、例えばそこの原付一種のねホンダのオートバイにしてみれば、53キロ走って、あとその後6時間充電しなきゃいけないっていう話になると、そんなものはもう無理でしょう。あのツーリングとして使うのは絶対無理だよね。なんでまあどうなんだろうね、やっぱりこう EV にするとしたってさ、航続距離は例えば今のガソリンエンジンにかなわないとしてもね、まあ、充電時間自体はそうだな、やっぱり15分とか、まあ30分、最低でも1時間、以内に、フル充電になってね、そしてまた、そうだ、どう少なくとも、150キロとか200キロぐらいは、走れるものにね、して、オートバイっていうのは出してもらわない、限りはですね、これね、なかなかやっぱりね、そんなあの EV って言っても難しいと思います。で僕は、その決して EV のオートバイ否定派じゃなくて、そういう選択肢が広まるのはウェルカムなんですよ。でも全部電動に なるみたいな話だとちょっと困っちゃうなっていうふうに思ってる人間であって、今のバイクにプラスそういった用途でね、僕だったら通勤で、まあ、X ホースの代わりにね、電動を入れるっていうことであるなら、まあ、これは、使い方によっては、まあ、終わりかなっていうふうには僕は思うんですよね。
そんな話でね、2035年ですか、はい、ぐらい、まあ、あと十数年後ですね、になった頃にはね、僕はもうその頃はいないかもしれませんけれども、まあ、皆さんね、こんなこと僕は言ってますけど、皆さんだって同じですからね、それは。十何年後なんて皆さん、僕の動画見ていただいているリスナーさんいるか分かんないですよ。はい、そんな話をね、まあ、してもしょうがないだろうっていうね、ことにはなっちゃうかなとは思うんですけれどもね、例えばね、成層圏にあるようなオゾン層をね、CO2 が上がっていって破壊するっていうけど、まあ、僕が出した CO2 って多分ほぼほぼ周りのこの木々が吸収してそんな上までいかないと思います。違う僕はそう思うけどね。でむしろそんな高いところをね、大量な CO2 を吐き出して、飛んでるね、航空機のエンジンからまず、なんとかせんと、そんなものはいくらちまちまこんな地上をね走ってる小排気量のバイクの、CO2 を規制したところでですね、一向にこんなもん変わってくるんじゃねえかなっていうふうに僕は思っちゃうんだよね。そうなってくるとね、このユーロ5とかね、その2035年の話とかっていうのもね、ただの利権誘導の話なんじゃないのみたいな感じで見えてきちゃうと、やっぱりこう自然環境保護みたいな感じのね意識っていうのも、どうせそうなんだろうみたいな感じになって、きちゃうんだよね。やっぱりそれはやっぱり良くないことかなっていうふうにはね、思うんですけどもね。何にせよ、10年後も20年後もですね、こうして、こういった道、素晴らしい道をね、こういった二輪車に乗ってね、気持ちよく、走っている人たちがね、いることをですね、僕は、願いたいなというふうに思いますね。バイク最高。